にちは。ゼロからギターへようこそ。この動画は全くの初心者から始めてギターを弾けるようになりたい、ひいてはギターを弾きながら歌を歌えるようになりたいって方に向けたギター全般の YouTube 投稿番組でございます。雨ですね。また今日も雨です。で、今日身支度をしておるときにですね、また雨か、こんな夏はどこに行ったんだ、もう7月終わっちゃうじゃないかみたいなことを考えてまして、こんなに夏に雨ばっかり降ってたら調子が狂っちまうということをいろいろ考えておりまして、でそれと並行してなんだかわかりませんがこの YouTube のことも考えておりまして、なんか面白いことできないかなと、まあ千春さんの歌を最近いっぱい歌わせていただいておりますが、もういっそのこと千春さんの歌を全部歌っちまおうかなみたいな感じのところも考えていたんですけども、ふとその雨続きで調子が狂っちまうなっていう考えからですね、YouTube って著作権の問題とかいろいろありまして、こう人の歌をカバーソング、もちろん原曲っていうかそのオリジナルの歌を YouTube に載せちゃうと、もう完全にシャットアウトされちゃうんですけども、いろいろ著作権のこととかですね、これ当たり前のことですけども、うるさく言われるんですけども、僕はこういうふうに千春さんの歌とかサザンの歌とか歌わせていただいておりますと、まあ来るんです、著作権の侵害に当たりますよということで。ただカバーソングであればジャスラックの方に提携をしてるんでしょうね、YouTube が。それでカバーソングであれば歌ってもいいですよという、ただ著作権の侵害に当たりますよというお知らせが来るんです。そのお知らせとか、あと YouTube のこの裏側の情報を見るページがございまして、そこを見ると著作権侵害とか書いてあるのがどうも嫌でして、なんかこう人のね、なんか隠れたところでやってるような、もう公開にしてますから、まあ隠れてやってるわけじゃないんですけど、なんかそれが嫌でして、でなんかそれがこううまく当たらないようにできないかなと思ったわけですよ。それで考えついたのがですね、さっきの夏に雨ばっかり降ってて調子狂っちまうっていう、そこからの発想で、だいたいこうメロディーで、歌詞は当然載せませんのでメロディーで引っかかるわけですよ、著作権に。ですからそのメロディーをコードは変えずに、メロディーを変えて歌ってみたらどうなんだろうというまあ要はものすごい音痴に歌ったらどうなんだろうっていうところからですね、この発想が出てきまして、ただそのものすごい音痴で追っぱずれてですね歌うと、まあ作られたご本人ももちろんそうですし、そのファンの方も著作権の侵害じゃなくてもうこれは侵害だみたいなことになるとまた別の問題が出てきてしまいますもんで、ですからそれはちょっとやめてですね、まあ僕なりにメロディーをちょっと変えさせていただいてですね歌詞は全く同じ、コードも同じで、その中でメロディーを変えてしまうという、そういうふうに歌ったらどうなんだろうという、まあこれ実験でございます。はい、でまあこの動画をアップする時点では
その著作権に触れるのか触れないのか全く分かりませんから、この動画を YouTube にアップしまして、その後僕はいろいろ自分の、情報を見てですね、著作権に触れてないよということであれば、ことであればというか、その結果をですね、触れても触れなくても結果を下のコメント欄というか、説明欄あるじゃないですか、 YouTube の、あそこに、この動画が著作権に触れたのか触れないのかそれを後書きで書きますんで、それをご覧になっていただきたいなと思います。ですから動画と説明欄で二重の面白さ、まあ面白さというか自己満足というか、自分が面白いからやってるようなもんですけども、そういうことをちょっとやってみたいと思います。で、どの歌を歌わせていただきますかと言いますと、まあ千春さん人気なんで大変申し訳ないんですけども、松山千春さんの、季節の中でをちょっと、メロディーを変えてやってみたいと思います。それでは、メロディーを変えた、コードも歌詞も変えない松山千春さんの季節の中でお聴きください。どうぞ。それではメロディーを完璧に変えてしまった、著作権に引っかかるかどうかわからない、でもこれは僕が作ったメロディーですから千春さんには申し訳ありませんけども、ただコードと歌詞は全く一緒です。ですから雰囲気は同じだと思います。ではメロディーが違う季節の中でいきます。うつむきかけた
失礼しました。はい、いかがでございましたでしょうか。名曲のメロディーを変えて YouTube に投稿して著作権に引っかかるか引っかからないかの実験でございました。まあやられた方は侵害だって思うかもしれませんが、まあパロディーだと思って、もし松山千春さんがご覧になりました、ご覧くださいます。どうも失礼しました。はい、どうでしょう、なんか雰囲気がこうちょっと変わる感じしますよね。まあメロディーが違いますからね。雰囲気変わるのは当たり前です。雰囲気が同じなんですね。はい、雰囲気は同じだけどメロディーが違うという、コードは一切いじってませんから、季節の中でのコードをまるっきり使わせていただいて、その中でメロディーを変えていきました。ちょっと感じの違う、季節の中ででございました。またなんかまたなんかというか必ず下に載せておきますから、著作権の侵害に引っかかったか引っかからないかっていう、まあカバー動画ですからそれでもちゃんと載せ続けていられるんですけど、そういうことらしいです。ですから結果だけ下に載せておきますので、後でこの動画を見終わったら、下の説明欄をご覧ください。で見終わったらもう一つついでにお願いがありまして、まだチャンネル登録をされてない方は、まあ、こんなことをやってる人間でございますが、よろしければチャンネル登録をポチッと押しておいていただいて、その後にベルのマークもポチッとやっておいていただきますと、またこんな動画がアップされた時に、お知らせがあなたのところに届くようになりますので、一つそれも合わせてよろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で終わりにさせていただきます。ではまた見てね。